アメリカのヒューストンにいます。今回はですね、南アメリカですね、南米の4カ国を回ってきました。まずは最初に行ったのがペルーですね。ペルーのクスコという町に行きました。でクスコという町は3000メートル以上の高さで、高山病なんかに行った方も結構いて、私なんかも結構、発熱とかお腹の下痢とか苦しんだんですけども、それでもマチュピチュに行ったりですとか、あとは、昔からの念願かなってシャーマンの儀式を受けることができました。でその後ですね、アルゼンチンに行きまして、アルゼンチンのすごいスペインであったりイタリアの影響を受けたおしゃれで素敵な街並みを見ることができまして、で豪華なクルージングをしたりですとか、あとは美味しい料理ですね。アルゼンチンといえば牛肉っていうのが有名で、肉といえばもう牛肉なんですね。で赤身の肉なんですけども、結構柔らかくてですね、ステーキがすごい美味しかったです。で素敵なこの街並みですとか、その人柄のね明るさとか、そういうものにも触れることができました。でその後ですね、なんといっても今回のメインイベントであるイグアスの滝に行きました。イグアスの滝はアルゼンチンとブラジルの両側にありまして、あとはパラグアイという国の3カ国の国境にあるような場所なんですね。でそちらに行きまして、まず1回目はアルゼンチン側から見ました。悪魔の喉笛と言われているかなり大きな、とんでもない量の滝ですね、水しぶき。そこでものすごい爆音とともに、下れ落ちていく滝ですね。でそこから湧き出るような水しぶき、マイナスイオンを受けてですね、で私の体の中にあるマイナスのエネルギーをきれいさっぱり洗い流してくれたような気がします。でブラジル側の方ではですね、船に乗ってボートで滝壺の方に行って、で滝壺の、水をかぶるという、滝壺に突っ込んだわけなんですけど、そういう体験もしました。なんだろう、ものすごいありえねえっていうぐらいすごい勢いなんですけど、そこに突っ込むっていう、日本じゃだったら絶対できないようなというような、激しいアトラクションだったんですけども、もうこれでもかっていうぐらいもう洗い流すようなそういうアクティビティをしました。で思うのはですね、やっぱりこう旅っていうのは、私はもう数年間旅をね常にし続けているんですけども、旅があんまりできなかった頃っていうのは、旅がやっぱりこう非日常なことで、でしょっちゅう旅をする人を見たりとか、あとはその海外旅行っていうものに対して、特別なこと、普通じゃないことっていう風なイメージがあったんですね。でお金を使った贅沢だとかね、そういうイメージもあったんですけども、ここまで旅をするのが日常になってくるとですね、逆に旅をしない生活の方が不自然というか、そんな気がしていますね。でどういうことかというと、やっぱり、日頃ね、こう同じパターンで生活するっていうリズムが、それはそれでね、習慣とかも素晴らしい部分もあるんですけども、逆にマイナス面で言うと、この思考がね凝り固まってしまうというか、同じパターンで物事を感じて、同じような感情になって、同じような行動をしてっていうことで、成長があまり進んでいかないというか、もう同じパターンの枠には収まってしまう、そんな気がするんですね。ところがこう大陸をまたいでですね、いろんな場所に行っていくと、非常に多彩な価値観を感じることができます。で南米のシャーマンの考え方、アルゼンチンの人たちの陽気なライフスタイルですとか、食べてるものとかで、標高もね0メートルから3000メートル以上のところまでありますし、パラグアイなんかも行きましたけども、物価がすごい安くて、数百メートル離れたブラジルと物価がですね4分の1ぐらい違うという話なんですね。全然街並みも考え方も違いますし、その人生観とかそういうものも違うんですね。で食べ物も違う。そうなると、そういうところに行くことによってですね、自分の頭をハンマーで叩かれたように、こう価値観のパラダイムシフトというかね、そういうものが起きてですね、少しずつこう自分の枠がねギュッギュッギュッと大きくなっていく、そんな気がします。それは枠が大きくなってどういうことかというと、ビジネスで、をやるときにももちろん役に立つんですけれども、それだけじゃなくて、幸せに生きるために何が幸せなんだろうかということを考えたり感じたりっていうところにも、やっぱりその考え方の器っていうのは影響してくるんですね。だからお金がないとかね、お金が欲しいとか、そこだけが幸せじゃないし、自然と調和して生きることであったりとか、その人とのつながりであったりとか、小さなことに幸せを感じる心であったりとか、そういうものを手に入れるだけでも人生っていうのはすごい豊かになるし、逆に人脈とかね、素晴らしい人間関係も築くようになっていくと思います。そういうことをこう感じながら、ね、今回の旅をしてきたわけなんですけども、南米とかねっていうと費用もかかるし時間もかかるので簡単に行くことはできませんけども、本当私も
いつか行きたいと思ってた夢が今回叶ったということで、もう20年以上思い続けてた夢なんですね。なのであなたももし海外旅行行きたいとかそういう夢があれば、ぜひね諦めずに自分の挑戦を続けて新しいライフスタイルを手に入れていただきたいと思います。そういうサポートをするのが私の仕事だと思ってますので、まあ、メール マガジンであったりとか何かコンテンツを出したりすることもありますので、その時はね役に立てていただいて、あなたの人生を変えるきっかけにしていただければと思います。それではありがとうございました。Bye.